私ね、暴行炎はね、あの、よっぽどって感じ。よっぽどですね。もうなんか、なりまくったから、中学生で。もうん。なりまくったからさ、もう、わかる。わ <laughs> かるようになってきた。なんか、暴行炎ってこう、これくらいでなるな、みたいな。そうそう。 だから、なんかこう、若干ね、こう膀胱炎ってめちゃめちゃ痛いの。ほんとに、痛いの。もう、気をつけな。ほんとに気をつけてほしい。ほんとに気をつけてほしいけど、あれはね、痛い。そんなにもうね、そんなに。41度とか熱出る。4 1二とか。うん。もう、 そそうそう脳みそ溶けるでって思う。ノロとどっちが痛いあー、ノロウイルスもね、まになったことあるんだけど、火器当たったことあるんだけど、あーもうね、どっちも痛いけど、同じくらいじゃないかな。同じくらいなんだけど、部位が違うみたいな感じ。うん。めちゃつらいで。ノロは、まあ、痛いっすけど、 あれなんだろうまあ、祭りはその時痛みは一日で治ったの次の日にはもうピークの痛みはなくなってたのねわかるこうんってなってああ死んだあこれは死んだわ救急車呼ぼうかないやでも救急車はやめよう <laughs> 私なんか病気に対して強いからねノロになった時救急車呼ばんかった あと防行炎の時も呼ばんかったも痛すぎてでもなんか救急車呼んだら病院の人仕事増えるわと思って <laughs> 気合いね気合いお母さんに言って車で行った車で病院行こうっつって <laughs> そうそう 防空炎の時41度出しながら、ね、病院行こうお母さん 41, 41度だったっつってそうでも全車で行くのもね痛いんだよガタンって田舎だからさ道がガタガタしたのもう切れるお母さんに「揺らさないで! <laughs>」お母さんも切れる「無理だって」っつって。 うん、まあ暴炎にはならない方がいいよしっかり水分補給をしていっぱい出してください以上うんノロって上も下も止まらないってままつりね上からはねマジ何があっても出したくないのね本当にだから基本下から出るようにし向けたいタイプなんだけど そう。もう人生で上から出たことほぼない。嫌だから。<laughs> 上がってきてもなんか飲む。もう、の、<laughs> 口から出る前に、<laughs> やる。嫌 <laughs> だから。なんか、我出した方が楽になるのもわかる。無理。 でも、なんか、気持ちは、なんか、無理。悲しい気持ちになっちゃう。なんかね、悲しい気持ちになっちゃうよね、上から出てくると。あ、もう、ついに、本来出てきてはいけない場所から出てきてしまったという、この、もう、悲しい。<laughs> 悲しくなって泣いちゃうよ祭りは。泣いちゃうから、泣きたくないやん。だから、 そ,うそこはもうなんか一線うんそうただこっちは入り口なのにさ入れちゃだね入れちゃだ出しちゃだめじゃんねお尻の穴からご飯食べるのと同じってことでしょ要はそういうことやん嫌や,やん嫌や,やんうん <laughs> でしょ上から出すってことは。下から食べるってことでしょ嫌だなそれは。別にお尻の穴に何も入れたくないもん。お尻の穴に何も入れたことない。生まれてこの方。うん、中にはお尻も入り口だろっていう人もいるのかもしんないけど。 うん。そうそう。嫌なら無理、なんか NG だわ。座役もね、ないよ。なんか。感情とか。うんな、それはね、ちょっとしてみたい。どんな感じなんだろうって。うん。 えでも祭り NG だ基本。